はい、皆さんこんにちは、アキです。先日購入したこちらの2017年発売した iPad Pro 10.5 インチモデルですね、こちらのですね iPad OS で、マウスを利用することができるということで、すでに僕が持っているこちらの Apple のマジックマウスで試してみました。はい、マウスを使えることできたんですけど、このマジックマウスはまだこのスクロールがですね、できないということで、マウス使えること自体はいいんですけど、やっぱりここもちょっと使ってみたいなということで、こちらのですねロジクールの、これは M350 だったかな、はい、M350 っていうマウスを購入しましたので、こちら今からですね開封してレビューしてみたいと思います。はい、では開けてみましょうか。はい、では今から開封していきたいと思います。説明書とマウスだけですね。で、マウスにはおそらく電池がすでに入っております。単三電池かな。ではちょっと重さ測ってみましょうか。持った感じとても軽いんで 100g ぐらいじゃないかな。はあ、78g ですね。めっちゃ軽いな。マジックマウスの方が 110g っていうことで、まあ質感が違いますが、まあ、こちらはプラスチック的な感じですけど、かなり軽いですね、マジックマウスと比べてもこんな感じですかね。結構軽いな。かなりやっぱコンパクトですね、はい、こちらのマウスの電池の取り替え方はですね、ここパカッて開けたらこんな風にですね、開きますんで、ここで電池の交換します。あとは気がつかなかったんですけど、ここにですね、よいしょ、小型のレシーバーあるんで、これは Bluetooth とかないパソコンに使うのかな、これで同期させてマウスを使うことができます。で、こういう風に元通りになります。マウスの音はですね案外静かですね。こんな感じです。これはマジックマウスですか。マジックマウスの音がこんな感じで、こっちがこんな感じですね。こっちの方が静かなんじゃないかな。では今から iPad に Bluetooth で接続してみたいと思います。では M350 をこちらの iPad にですね、Bluetooth 接続で同期させてみたいと思います。まずですね、設定っていうところを押して、で Bluetooth っていうところを押したら、これがですねその他のデバイスっていうところで、表示されますんで、このロジテーブルっていうのかな、ここを選択すると、はい、同期されましたね。で、はい、同期されました。それでですね、今マウスのポインターの起動の速さこのぐらいなんですけど、これは、設定で変更することできます。 iPad の設定のところからですね、アクセシビリティというところあるんで、ここを押して、で、ここを押しましたらタッチっていうところあります。タッチを押しますね。で、このアシスティブタッチ、一番上に表示されているところ、今オンになってるんですが、一度、ここを選択しますと、ここにですね起動の速さっていうところがあるんで、ここで、はい、こういうふうに起動の速さを変更することができます。これはちょっと早すぎだな。はい、で真ん中ぐらいにしましょうか。はい、このようになってますね。で、ちょっと触って分かったんですけど、このなんて言うんだろうな、ここをクリックすると、ホームボタンの役割があるようですね。なので、なんかアプリ閉じてちょっと戻りたいなと思ったら、ここをちょっとやると戻ってくれますし、あと、左クリックは選択の役割ですね。はい、あとですね、ここをダブルクリックすると、こういう風にですね、アプリの
これなんていう画面表示なんだろう。まあこういうふうにですね、画面表示することが可能でございます。はい。で、右クリックをしたら、ちょっとこれはいろんな、コマンド割り当てることができるかと思うんですけど、僕はですね、今これなんていうのかな、これ、画面に表示させてるんですけど、右クリックをしたらなんかこれが呼び出すことができるようですね。なんで、まあ、これを使えるって感じかな。はい。まあ、大体こんな感じでございました。では、ちょっと僕が一番したかったルマフュージョンを使っての、まあ、テロップ入れですね。テロップ入れがマウスでどれくらい速くなるのかなっていうことを僕は疑問に思ったんで、ちょっとマウス使ってみたかった次第でございます。はい。で、先ほどちょっと使ってみましたが、ちょっとやってみましょうか。今ですね、空のテロップを8個ぐらいですね、作りましたんで、これで、そっか。どうだろうな。別にこれは Apple Pencil の方がいいかな。でも Apple Pencil だったら、こうやって、こうやって、こうやったら一回置かなきゃダメだからな。こっちの方がいいかな。M350 のこちらのスクロールに関しましては、MacBook のトラックパッドと同じように上をすると、下に行きますね、下にスクロールすると上に行く感じですね。なんで MacBook ユーザーはですね、ユーザーの方は、使い慣れているかと思いますので、この M350 馴染みやすいかと思います。ただこれは今の最新 OS だからこうなっているのか、ちょっと前のその最初の iPadOS の時はこれができなかったのかちょっと分かんないんですけど、僕の時はですね、最初からこのスクロールの方向が MacBook のトラックパッドと同じような、同じ方向でスクロールすることができました。はい。というわけで僕はスクロールしたかったので、こちらの M350 ですね、買ったんですけど、もしマジックマウス持ってる人であればスクロールはできないんですけど、あれで十分じゃないかなって思いました。はい。ちょっとレビューもしたかったんで僕はこれを購入しましたが、これ Amazon だと2600円ぐらいで購入することができますんで、もしまだマウスとか持っていなくて、iPadOS で使ってみたいなっていう方であれば、これすごい軽量だなんで持ち運びにも便利かと思いますんで、役立つ商品になるかと思います。あとは裏にですね、このオンオフのところがありますんで、オフにしたかったら
よいしょ。あのスイッチをオフにすればこれは電源は切れますんで、持ち運び、まあ、使わない時になんかはオフにした方がいいんじゃないかなって思います。あと電池駆動で確か18ヶ月ぐらいですね、1日4時間ぐらいの使用で持つみたいなこと書いてあったような気がしますが、これちょっと調べてここに書いておきますね。はい、というわけで今回はロジクールの M350 というマウスのレビューでございました。はい、ではまた。